今日はお弁当のおかずに使える飾りゆで卵を4種類ご紹介します。こんにちは、卵ソムリエのゆかりです。このチャンネルは私の卵愛をたっぷり皆さんにお届けするチャンネルです。いろんな卵料理、そして卵の情報をたくさん皆さんとシェアしていきたいと思います。はい、ということで今日はお弁当のおかずに使える飾りゆで卵4種類をご紹介したいと思います。お弁当といえば皆さん何が好きですか？卵焼き、唐揚げ、ソーセージ、多分いろいろあると思うんですが、毎日ねお弁当を作ってるとどうしてもやっぱりねネタ切れになるわけじゃないですか。今回ご紹介するのはお弁当を華やかにしてくれたりとか、お弁当の微妙な隙間を埋めてくれる超役に立つ簡単なおかずになるかと思います。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それでは作っていきたいと思います。今日はね、卵を茹でて飾りゆで卵を作るんですけど、飾りゆで卵に使うグッズをまずご紹介します。まず1個目、でん、空の牛乳パックを使います。まずこれが1個目。2つ目がこちら、でん、またパック。250ml のお茶パックとか野菜ジュースとか何でもいいんですけど、ちっちゃいサイズのパックです。それぞれね違う飾りゆで卵に使います。はい、こちらストローです。さっきのお茶パックについてたストローです。まあ、コンビニとかでもらえる普通のビニールのストローでも OK です。はい、そして竹串です。竹串5本使います。今日は4種類やるんですけど、輪ゴムは6本用意してください。あとはラップですね。ラップを使います。飾りゆで卵を作るときはゆで卵半熟だと中身がピュッと出てしまうので、ゆで卵はねちょっと固めにゆでたいと思います。はい、そしてお湯がね沸騰しました。塩入れます。で、そしたらいつも通り冷蔵庫からすぐ出しの卵さん入れるときはちょっとね火を弱めてそっと入れます。卵入れたら火をまた強めて沸騰させます。で、沸騰させながら茹でていきます。黄身を真ん中にさせたいときは優しくこうやって転がしてあげると黄身が真ん中に来やすくなります。ちょっと3分ぐらい混ぜながら茹でていきたいと思います。茹で上がったので火を止めます。今回はね冷水でガンガン冷やすのではなく、お尻をまたトントンやって流水に当てながら剥きます。簡単な剥き方はね、私の前の動画のネギの味玉の動画で紹介してるので、ぜひそちらを見てください。で、こうやってね冷水当てて抜きます。ある程度抜けたらもうねこれはお水から出しておきましょう。できるだけ卵ねあったかい状態で使いたいので、抜けそうだなっていう時はこんな感じでもう流水も当てずにこうやってね剥いちゃってください。ね、で、今日使った卵は賞味期限がねもう結構近い卵なのでつるんと剥けますね。はい、こんな感じでまだね結構熱い状態ですね。はい、そしたらまず牛乳パックです。牛乳パックのこの部分、この角っこを使います。なのでこの線に合わせてカットしていきます。こんな感じで牛乳パックをカットしておきましょう。はい、そしたらまずハートの飾りゆで卵を作ります。で、そしたらこの牛乳パックのところにこんな感じで置きます。お箸をこの上に置きます。こんな感じで置きます。お箸をできるだけちょっとこっち側かな、細めの方、このぐらいのあたりにゆで卵を持ってくるといいかなと思います。そしたらここ端っこ止めます。で、ちょっとで、こっち側も端っこをゴムで止めます。はい、この状態にします。これね、で、これで冷ましていきます。はい、牛乳パックを使ったハート型です。はい、こんな感じで取り出します。ほい、お、ちょっとずれてるけど、まあ、なんかハートになってそうな感じがしますね。半分に切りたいと思います。これも糸で切りますね。いきます。かわいい、めちゃくちゃかわいく仕上がりましたよ。皆さん、いきますよ。3、2、1、ドン。あー、かわいい。中の半熟の黄身がちょうどハートになってて、
とても可愛いゆで卵になりました。可愛い。これお弁当に入ってたら嬉しいですね。はい、そしたらこれもね、線に沿って切っていきます。最初ここにピュッと切れ込みを入れてあげて、こっから切っていきます。まっすぐ切りましょう。心配な方はね、こうまたペンでこう線をつけて切るといいかなと思います。はい、そしたらこちら切ったお茶パックですね、これを用意します。これで四角いぺたんこゆで卵を作ります。で、この中にピュッと入れます。シュッと、はい、キュッと潰しまして、で、両端を輪ゴムで留めます。これもね、輪ゴム二重です。で、こっち側も留めます。はい、こんな感じですね。はい、これで冷やしていきます。で、この時にできるだけ輪ゴムが卵に当たらないようにちょっと太めに切ります。さっきのね、切ったやつがちょっと細かったので切り直したんですが、6センチ幅ぐらいにカットしてください。ではこのまま冷やします。こちらがぺたんこゆで卵です。はい、さあ、ぺたんこになっているでしょうか。取り出します。おお、なんか、はい、こんな感じでぺたんこのゆで卵になりました。はい、いい感じにぺたんこになっております。ほい、じゃあこれも糸でね、カットします。はい、いきます。3、2、1、じゅん、よいしょ。お、3、2、1、てん、おお、できました。ぺたんこゆで卵です。いい感じですね。これも色のコントラストもとても綺麗ですね。で、ストローはこのぐらいの長さに切っておきます。はい、縦にこうカットして、反対側も縦にカットして、で、こんな感じにします。で、そうしましたらこれを卵の真ん中のライン、ここね、真ん中にこうピュッと垂直に刺します。これを真ん中までね、真ん中ぐらい、大体で OK です。差し込んで、これをね、引っこ抜いて、で、これを一周させます。最初のつなぎ目とつながるようにこう刺していきます。はい、一周しました。そしたらこれを割ります。はい、こんな感じに仕上がってます。こっちがね、モコモコっとした感じで、こっちはこのトゲトゲっとした感じの風に仕上がりました。続いてお花を作っていきます。お花はラップとこの竹串と、あと輪ゴム2本ですね。まず最初に竹串を同じ間隔に、まあ大体でこの時は大丈夫です。で、置いて、この上にこのあったかいゆで卵を置きます。で、こっからくるくるくるーっと巻いていきます。はい、はい、こんな感じになります。こんな感じでね。で、そしたらこれも両端留めます。ゴム20ぐらいかなにして、両端を留めます。はい、こんな感じで冷ましていきます。で、ここの間隔はこう巻いてから調整して、綺麗なね、間隔を作ればいいかなと思います。はい、お花型です。輪ゴムを取ります。いい感じじゃないですか。で、これを取って、こんな感じになってます。あ、もうこうやって見ると完全にお花ですね。じゃあこれね、真ん中で割ってみたいと思います。糸で、ね、綺麗にいきたいと思います。いきます。3、2、1、ドン。いきます。3、2、1、ドン。お花はこんな感じに仕上がりました。で、黄身も真ん中に来ていて、かなりいい感じに仕上がってますね。ちゃんと黄身の部分まで変形してます。はい、こんな感じで完成です。左側からぺたんこゆで卵、その隣がお花のゆで卵、その隣がハートのゆで卵、そして最後はギザギザのゆで卵です。はい、ということで完成いたしました。完成したんですけど、これをお弁当を実際に作って、どんな場面で活用できるかっていうのも今日はやっていきたいと思います。お弁当のおかずは一緒なんですけど、
飾り方とかがねちょっと変わってくるので、参考にしていただけたらと思います。それでは飾り方どうぞ。はい、こちらのお弁当、なんとなくまあ色は揃ってるんですが、このぐらいの隙間があるとしましょう。で、こういうちょっと三角の隙間があるときはこうやって、はい、こんな感じでハートのゆで卵をね、こんな感じで役立ちます。このぐらいのね、三角形の隙間とか空いてるときにおすすめです。はい、続きましてここですね、ここが四角く空いてしまったとき、そんなときはこの四角いぺたんこゆで卵をピュッと、はい、ピタッとこんな感じにはめることができます。角の四角をピタッと埋めてくれます。はい、端っこから詰めていって、ここの真ん中だけ空洞になってしまった時は、丸いギザギザゆで卵をピッと、はい、こんな感じに入れてあげます。はい、こんな感じで全部敷き詰めたんですけど、なんかもうちょっとパッと明るくしたいという時はお花ですね。お花を薄切りにして、こうやってお花を、はい、こんな感じで添えてあげると一気にお弁当が明るくなります。はい、いかがだったでしょうか。あんな感じでね、お弁当の隙間を埋めてくれたりとか、あのゆで卵を入れるだけでお弁当が一気に華やかになります。こんな感じでね、お花のゆで卵があるだけでかなりなんかハッピーなお弁当に見えません？はい、こんな感じで、使っていただけたらなと思います。今回の飾りゆで卵のポイントとしては、ゆで卵はね、まあ、半熟にしたいっていう気持ちもあるんですけど、こういう飾りゆで卵をするときは片ゆでのゆで卵を使ってください。花柄だったりとかハート型だったりとか、形を変える飾りゆで卵の場合はゆで卵があったかいうちに、ちゃんとね形付けてあげてください。これだいたい夜やっといて朝切るとか、そういう感じがいいかなと思います。どれも簡単にできるので、ぜひ楽しみながらね飾りゆで卵作ってみてください。この動画ではお弁当のおかずの他にも、基本的な卵料理やアレンジした卵料理など、いろんな卵料理を500種類以上配信しているので、卵料理をたくさん楽しめるチャンネルになってます。チャンネル登録していただけたら、いろんな卵料理を簡単に検索することができるので、ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタにもアップしているので、よかったらシェアしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。